で、この店にやってきたわけなんだけど、これパーフェクト取るっていう実績あった気がするんだけど、やってみるか、取れるかな？実績6解除しました。射的でパーフェクトスコアを出すだって。特に何もないな。実績だけなのか。実績用みたいだね。じゃあ別にこれ、他のゲームを選択して、スコア出したところで何にもないのかな。もう実績取っちゃったしな。あとさ、これ思ったんだけどさ、ちょっと待てよ。これ取るじゃん。取って、あ、撃てるわ。撃てるけど、弾が見えないな。当たんねえ。撃てるけど、どこにも飛んでってないな。これさ、ちょっと待てよ。一旦やめて、ここら辺から取れないかな。無理か。さすがに遠いか。あー、ダメだー。フータいった。そして実績ロック解除された。どうした、フータ？きっとあの子の霊だ。あの子は殺されたんだ。違うんだよ。僕はただ、あの、可愛い子、ここは危ない。オイラと一緒にここを出よう。え、仕事？そうか。納得するんだ、そこは。走ってく。こんなとこにいたんだ。全然確認してなかったから。待てよ。こっち大丈夫か？この男は、ああ、デロデロだね。あ、でももうダメ？あ、もうダメだね。これって、そういえばこのまま出てくんじゃなかったっけ？あ、そうだそうだ。ナンパしたからか。主人公ナンパしたからなんかおかしくなって出てったってことなのかな？だったらさ、何かされるところあったのかな、もしかして。ちょっと待って、それ確認してえな。当然最初は普通よな。あれ？待って待って待って、どこ行こうとしてる？どうした？顔が、どうなってんの？あ、もうダメだ。ボイラー室の前で、もうこの状態になってんね。あ、で、もう帰る感じなんだ。ここシャワーつけっぱなしになってたのって、こいつのせいだったのか。あー、明確にはわからなかったね。まあでも、ボイラー室の方を見てたから、やっぱり母ちゃんが助けてくれたってことなのかな、これ。カメラ撮影おじさん、この段階では当たり前だけど、返せないんだな。ここで、こいつが撮影を始めるところを見ようか、じゃあ。手に持ってないよ、でも。カメラ今持ってないけど。どっから取り出したん？どっから取り出したんだ、お前。何を撮ってんね。髪染めおばちゃんだ。思い出した思い出した。これしばらく経つとさ、あ、でも時間経過が必要なんだ、これ。最初赤くないんだね。確か、生配信でやった時見つけた時って、ここなんか、舌が赤くなってたんだけど、時間経過が必要ってことなのかな？帰れ。まあ、この人は何だったっけ？どうした？話を聞く。どういうこと？いや、タオル。拙者、タオル欲しい。日本のタオル小さい。わかりました。持ってきます。あ、こういうイベントがあったんだ。知らなかったな。タオル持ってけばいいのかな？ありがとう。知らなかった。こんなイベントあったんだ。この人は大丈夫かな？ああ！おるやん。あっ
ったよね、これ前作にも。これ反対側から見ようとするとダメなんだろうな、きっと。あ、消えちゃったわ。しゃがむと消えるんだな。このタイミングか。いやー、でもなんかこっちから行ったら消えそうだよね。どうした？立ち上がってから動かなくなった。あれ？触っても何にもない。この人何だったっけ？どうなってるんだ、この人。え、この人何だったっけ？覚えてないぞ。で、この人には帰ってもらって、で、この人はいいんだけど、あ、動いた。え、何だったんだろう。なんでずっと止まってたんだ。で、この人、帽子かぶったまま行こうとする人よな。でも、それ指摘したら違ったんだよな。この線と帽子かぶったまま入るのは OK なんだよね。だってもう温泉用なのかな。え、どこ行った？おい。え？え、あいつどこ行った？あれ？誰？こんな演出あったのか。今の一瞬すぎてちょっとよくわかんなかったけど、あいつも幽霊だったってこと？帽子かぶったまま入っていくのはそういうこと？幽霊だからって？え、どこにもいないよな。あ、帽子が落ちてる。今気づいたけど、ほら。帽子だけ落ちてますね。あ、じゃあもういなくなったのか。何だったんだ。はい、鼻血だね。これも、あれだよね。さっきのナンパしてきた男とかとさ、一緒で、この、自分の娘に危害を加えようとしてる奴に対して、呪いをかけてるってことよな、これ。守ってくれてるわけだ、母ちゃんが。改めてね、真実を知った状態で見ると、なるほどなっていう感じするよね。で、ほら。手がね、あの人の体に白い手が巻きついてるんだよね。で、あの人自体は誰なんだって話なんだけど、わかんないな。背中しか見えないもんね。しゃがんで近づいてみる？どこで行く？左に行くんだよね。一瞬しか見えなかったけど、あれは誰なんだろうね。さあ、3日目ですね。3日目は大家がやってくるんですが、これ、インベントリー開いた状態で、いけるね。やあやあ。で、解除すれば、昨日はよく眠れたかい？オッケーオッケー。大家との会話状態で、移動することできますね。ただ、しゃがみ固定になっちゃうんだね、これだと。だいぶ近くまで行きますが。てか、ちゃんとあれだね。こっち向くようになってるんだね。不思議。だってここ動けないんだよね、本当は。動けないからわざわざこっちを追尾する必要性はないんだけど。あ、でも、残念。首グリーンならないんだ。首グリーンならないパターンだね。あー、そっか。首グリで遊べるかなと思ったんだけど。で、大家さんとの会話の状態で外に出る。ああ、田舎ではそう。出れるね。出れましたね。ただこれ、立てない。立てないね。これで、大家さんの会話を持った状態で、出勤してみるか。これで銭湯まで来ました。先に神主に会わないと。あー、そっかそっか。そんな話だったっけ。じゃあ、大家との会話をした状態で、神主さんと会話してみようか。わけわかんねえことになるけど。いましたね。これで、話しかける。はい。え？
大抵人が、あれ？待って、大家の会話が終わってないから、ちょっとよくわかんないことになってんな。ちょっと待てよ。これで、はい。大家側の話が終わって、あ、でもダメか。あ、バグったわ。これ、ほら。神主との会話イベントが始まらなくなっちゃった。話しかけたら。うわー、そうか。これ、どうだ？神主と話さないとって出るんかな？あ、神主との会話が終わったことになってる。なるほど。邪魔なので、異空間にポイして、棚邪魔なので異空間にポイしておいて、で、大家との会話状態で隣を覗くと、はい。はい。これで覗ける。ああ、田舎では、ああ、でもダメか。ああ、でもこの状態でコントロールキーで話を進めれば、大家が行く。ああ、でも変わらないな。面白いこと何か起こるかなって思ったんだけど。え？あ？棚の上に乗っちゃった。え？ああ、でも、これ以上動けないな。棚の上にブリンって、ブリンって乗った。え、っていうか、隣あるんだ。裏世界見えとりますね。あ、本当に隣にあの部屋あるんだね。それをそっから覗いてる感じなのか。ちょっと待って、これこっから覗ける？あ、いけるわ。これさ、こっからあれ取れないかな。あ、いや、無理か。さすがに遠すぎるか。え、面白。今度はここで、こう。あ、ダメか。あ、あ、いや、いけるか。ちょっと待ってよ。あ、いけた、いけた。オッケーオッケー。神主との会話をした上で、大家との会話を持った上で、これで、中に入る。これだと入れるはずだよね。入れました。どうなる？まだ持ってるね。で、これ、そうだよね。これ、イベント進まないんじゃない？大家の会話持っちゃってるから。これどうなるんだ？これだと、この修理の人の、あー、でも、だって、どうしよう。この人の会話イベント始まらないから、いつまで経ってもこの人が消えない。だってこの人会話できないもんね。そうだよね。だって、話しかけてイベントが起こる人じゃないもんね、この人。じゃあこの人ずっとここにいるんだな、これ。ていうかこれあれなんだね。立ってさ、外で待っているのは、重要な登場人物だけだね、多分。向こうにいるの松野さんだよね。で、左が、トール兄さんだよね。通常のお客は、瞬間的に現れる。で、いるね、そこに。そこにいるんだよ。これ近づくと消えちゃうんだよな。どこまで行ける？あ、まだ消えない。どういう状態なんだあれ。手がどうなってんのあれ。あ、まだいける？あ、まだいける。あー、ここが限界。これ以上だ。あー、後ろにいた。自動的に閉まったね。開けるとこれ、そうだね、消えちゃうんだね。あ？なんで2回演出が入ったんだ今。あー、で、ここで、サウナであの人寝てるから、はいはいはい。でこの人は仕方ないでしょ、帰れよと。あ、いますね、横顔。正面から見ると、どのタイミングで消えるんだろう。
中入ると消えるかな。中に入らなければ大丈夫かな。見えてますね。でもこれ中に入っちゃうと消えちゃうんだよな。これこっちから見ると、待って。ここ開けて、ここまでなら大丈夫だな。こっから見るのが一番近いか？これ一番近いですね、多分。あ、まだいける？あ、まだいけますね。帰ってった。え？これは気づかなかったな。え？母さん？母さん、そんなところで何やってるんだい？そして潜ってったな。母さん、さっきから何やってるんだ？浮いてる！浮いてるってか、潜ってんのか？土左衛門？すっごい緩やか。その。死にたくなったんだ。もう死ぬしかない。なのだとしても若干斬新だけどね。銭湯にやってきて、湯に顔をつけて、自死しようとしていたと。なかなか斬新なやり方だけど、なぜ銭湯なんだ。あーで、すっごいふらふら帰ってくね。まだこれ助けることができたってことなのかな。でも生配信でやった時、この人のところを特に何もやらなかったんだよね。だから放っておいても別に溺れるわけではないということなのかな。これなんか表情変化するんだよね、確か一瞬。どのタイミング？しゃがんだタイミング？そうだね。しゃがむと、母さんの姿になる。一瞬だったね。じゃあ、この人に張り付いてみましょうか。あ、で、ほんとだね！妊娠してるね。妊婦さんだね。これ俺、全然気づいてなかったんだよね。お腹大きいですね。そうそうそう。この人、途中からね、赤ちゃんを抱えるようになるんだけど、その赤ちゃんが生まれる瞬間は見れるのだろうか。ああ、そういえばこの位置だったな。これで？あ、帰ってもらうことはできないんだ。見てるとダメパターンかな。お腹の中いる？ああ。大丈夫です。中には誰もいませんよ。ちょっと確認させていただきましたけど。想像妊娠というやつなのでは？男湯の方に行ったら始まるんだっけ？あ、今読み込みが入った。明確に読み込みが入りましたね。あれだね。何もないと思って去ろうと思ったタイミングで出てくるわけだ。はい。生まれましたね。すっごい見てくる。で、生まれた後はお腹がへっこんでる。実績力解除しました。戦闘バイト名人、ミスをしない。ああ、そっかそっか。3日間全部ミスをしなかったからか。ああ、でも本当に実績だけなんだね、これ。